黒キツネザルは、哺乳高霊長目キツネザルかキツネザル属に分類される霊長類。マダガスカル北西部体長38から45センチメートル。尾長51から65センチメートル。体重2から2.9キログラム。次回内の体毛が棒状に伸長する。オスは、全身が黒く、次回内の棒状の体毛も黒い。メスは、全身が褐色で、 棒状の体毛は白い。以前は、アッシュとして、ユリーマーマカコフラビーフランズが含まれていた。アッシュ、EM フラビーフランズは、独立種アオメクロキツネザルユリーマーフラビーフランズとして、分割する説が有力とされる。熱帯ウギンに生息する。樹状性。複数の同性個体が含まれる7から10頭からなる、群れを形成して生活する。昼夜を問わず活動するが、寒気には、 白明白母性、換気周期には夜行性傾向が強くなる。食性は雑食で、植物の葉、花、果実、昆虫などを食べる。繁殖形態は耐性。妊娠期間は約127日。9から11月に1回に1頭の幼獣を生む。生息地では食用とされることもある。生息地の破壊。 食用の乱獲やペット用の採集などにより生息数は減少している。1975年のワシントン条約発行時からキツネザルカ単位でワシントン条約付属書愛に掲載されている。ありがとうございます。